をお送りいたしました。もともとはゴンドラですので、イタリアということで、ベネチアの、謝肉祭という名の謝肉祭で歌われているのに、バッカスの歌っていうのが、みんなでワイワイ歌うそうなんですけれども、その曲を聴いて、それに、インスピレーションを受けて、ということで、なんでゴンドラなのかなという感じなんですけども、イタリアのゴンドラが元になっているみたいで、でゴンドラの歌は命短し恋せよ乙女ということだったんですけれども、そのバッカスの歌っていうのは、青春というのはなんと美しいものか、乙女だけではなくてね、人生の、若き頃を、賛美した歌のようなんですけれども、楽しいことはね、今が本当にあっという間に過ぎてしまうので、楽しみたいものは、今楽しもうということでお祭りがあるというふうな、そんな、バッカスの歌が元になっているようでございます。はい、続きまして、そろそろ準備できますでしょうかね。またオリジナルの曲をお送りしたいと思います。振り袖は泣くということで、ちょっと振袖のさ、コマーシャルの何いっぱい来る、何年あれ毎日来るよ、うち。本当にどこで調べてくんだよ、お年頃ですので。年頃なの、誰が着るの。あ、そうなんですか。うん、うちには来ないです。そうですね、お年頃なの。あれ、誰で毎月に毎日。あ、この間なんだっけ、あ、そうですね、ちょっと成人式に来損なっちゃったので、今日来ましたっていう、なんかね、アップしてる人もいましたあ、そうですか。ね。ちょっと高いですね。昨日ちょっとなんか行事があったん何回で、目の成人式。振り袖着てみましたみたいな、ちょっとコメント載ってる人もいましたけど。はわかりました。い。では、お送りしましょう。これ、高校時代の時、高校の時に見た時にギターが鳴りましたので作って、モチーフができて、実際にその録音とかのことですが、2007年ですね。8年前、3月20日と書いてあります。それでは、お送りしましょう。振り袖は。Thank you.
これ運動量いいね。ありがとう。素晴らしい竹笛じゃなくて有敵じゃなくて脳幹やっと出てきた。いろいろあるじゃないですか。だいぶ間違えましたよ。有敵と脳幹はどう違うんですか。作りが違いますよ。どういう見た目同じ。見た目は同じなんですけど、あの中の構造が違うんですよ。ちょっとさっきの脳幹みたいな。脳幹っていうの。これ帰っていいですか。まあまあまあ、どうぞ、普通の忍びで比べると、まあ、入敵も同じ忍びとほぼ同じ作りなんですけど、うん、あの本当に竹を切ってね、あの穴を開けたという、こちらはシンプルに作られて巻いてあるんだよね。まあ、巻いてはありますけど、ね、こっち両方巻いたんですけど、うん、こちらは実は竹を一旦縦に裂いちゃうんですよ。バーって、八つ割りくらいですね。で、はい、で、それをくるっとひっくり返して裏側が表になってます。さらにこの真ん中の部分ですね、ここです。ここに喉と呼ばれる場所があって、実は内部にこのぐらいの、今私がこのぐらいのサイズですね、このぐらいの竹が内部に仕込まれています。つまりここからここだけ軌道が狭くなって、ここからまた戻って、そうです、苦しめられている状態なんです、はい、それによって空間の歪みができるわけですね。それで忍びとは全く違う、不思議な、何とも言えない不思議な。本体ないような音ですね。本体ないですね。はい。柱とか幽霊に使われたりね。そうですね。たぶん木ではよく幽霊のヒュードロドロに使われてる風ですよね。はい。効果音的な、あの。さっきの何だったの、そのところで。何を表現されてましたか。もう、完全に即興なので。ドリップしちゃってるんですよ。よくわかんない。わかんない。なんか起きてるんですね。ありがとうございました。どうもありがとう。ミサジャラ君。笑顔がね、あるのが、入っていくと、本当にこうなんか、神がかりになっちゃうようなですね、ちょっと危ない、死んじゃうんじゃないかっていう人もいるので、気をつけないといけないんですけど、今、笑顔があるのがいいですよ。あ、死なないです、大丈夫です。ね。笑顔があと、泣きに入っちゃう人もいる、酒と一緒だよね。泣きに入っちゃう人もいる、そうでもないので、いい酒飲んでるんだね。あ、そうですね。その通りです。その通りです。それでは、珍しく、邦楽ジョッキーというのは NHK の FM で、うちの商店街でも時々流していますが、テーマソングでかかっているような曲があります。竹ファイブじゃなくてですね、竹と書いてテイクと言っています。テイクファイブ。つまり5拍子。ね、5拍子でもまあ難しいので、1日3、1日というか、チャン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 、こういうふうに歩いてると思っていただくといいかなと思うんですが、そんな曲です。テイク5にしましょう。Thank you.
ズル素晴らしい、ありがとう、ありがとうございます。今日ね、本当に多い曲を、そうですよね、中林、これ、いや、初めてですよね、このフェイクバーベルの、そうですね、やったっけ、いや、もう初めてだよね、普段そんなジャズを聴くの好きなんですけど、ね、なぜしもね、あんまり尊敬しちゃってできない、ね、そうですね、尊敬するあんまりできない、あんまり好きなものってなかなかね、恐れ多いとか思っちゃったりするんですね、うん、でも、自分のね、ジャズですから、自分のリエジャズで、それしかできないんですよ、ね。いや、良かったと思いますよ、本当に。どうでしたか、テイクワイね、誰か NHK の知り合いがいたら、ぜひ、ラジオ教えてあげる。そこそこ。僕の友達でも、この近く、やっぱ同じリエちゃんっていたんですけど、今イギリス行っちゃったんですけど、お掃除から NHK の始めて、喫茶店とかで話してたの、プロデューサーが。そこに自分の作品を作ってやって、全部テープで全部したのをあげて、もう20年ぐらい前ですけど、それ気に入られて、NHK のラジオ番組1年、1年テーマソング、世界食文化機構ってやってました。で、印税が入ってくると思って、バイト辞めちゃってね、印税あったじゃないですか。もうちょっとやってないよ。そうです。みたいな。まあ今、イギリス行って勉強してたら、もう、この妹がちょっと、あーと思って辞めちゃって、変な会社で結婚しちゃいましたけど。何て言ったらいいか分からない、はい、すいません、余計な話でした。では、またもこのリエちゃんに戻ってですね、アメージングですよね、違う、あ、そうね、そうです。じゃあ、驚くべき祝福アイランドミニオンというわけですが、その曲を、アンサンブルグリーンバージョンでやってきたものをですね、リエさんが交えてジャパンジャズバージョンにしてお送りしたいと思います。アウトフルートってちょっと大きな隠してあるんですけど、ちょっと持つのが大変なんですけど、少し低い音がします。この楽器と、それからシノクエット、そしてピアノ、フルタートをお送りしたいと思います。アメズングです。